たいですよ。のお話。先週はね、台場にの、劇場版の話しましたけれども、舞台もやるということでございまして。ねえ。これちょっとびっくりですよね。僕もですよ。僕もびっくりなんですよ。最初に舞台やるよって聞いたときに。はい。はぁってなでも。いいのでもね、はい。ご出演されるんですよね、もちろん。はい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 。ね、ご出演されるんですよね。ええ。ただ最初に舞台やるよって聞いた時には、全然そういう、はい、話もないですし。え？舞台があるよってお話だった。うん、やるの。もうやるの。見に行くみたいな、そんなノリだったんですよ。はい。そしたら後でブッキングされちゃったんですか？そう。そんな順番あります？この世に。この業界、この世にあります？結構あるみたいですよ。結構あるんですか？ところで出ます？うん、みたいな。もう、舞台はあるって発表してますし、日程も発表してますけども、ところで平田さん出ちゃうっていう。何がっていう感じですよね。いや、だって、ちょい役じゃないでしょ。なんかちょっと喫茶店に来るお客さん役とかじゃないでしょ。そうなんですよ。はい、小鉄的なものをやらせていただく。小鉄役ですよね。はい。小鉄役ですよね。はい、やらせていただくんですが。で、森田くんも出るんですよね。そう、引きずり込みました。俺だけじゃ嫌だっつって。そう、僕と森田くんだけがアニメのキャラクターをやらせていただくんですけども、他の方たちは、はい、舞台のために、キャスティングされた方たちです。皆さんね、やっぱりアニメのイメージを大事にするっていうんで、はい、ビジュアルそっくりなんですよ。へぇ、だから、わ、本当にアニメの画面から、そうですよ、ね、飛び出してきたみたいなんだけど。ブルーローズ岡本姉ちゃんがやんだ。かわいいんですよ。かわいい。そう、今ちょっと手元に資料があるんですけれども。みんなに見てくれがそっくりなの、はい、持ってきて、はい。この中に。僕と森田くんだけ、はい、声しか似てないっていう。似てるっていうか、似せてるわけじゃないです。声は本人なんです。声キャスだったんで、はい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 、ちょっとビジュアルでね。声キャスって。負けてるんだよ。なんとか似させないといけないと思ってるんですけど。いや、でも稽古も始まってるんでしょ？やっと始まりましたね。はい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 、はい。いかがですか？いかがなんだろう。いかがなんだろう。まだね、始まったばっかりでね。あ、そうなんですね。はい、話はやっぱり、アニメの通りのテンポ感があって、面白いですけれども。はいはいはい。結構ね、アニメの世界を大事にしてるんで、はい、背景や何かは、アニメの絵を使ったりするんですね。はい、あ、へぇー。いいのかな、こんなとこまで言っちゃって。これ言っちゃっていいんすか、うん、まあ、誰もな、まあ、うんともすんともと、そうとは言ってないんで、いいんじゃないですか。いいでしょうね。いいんじゃないですか。あ、そうなんだ。だからあんまり違和感なく、はいはいはい、はい。見られると思いますよ。はい、はい。で、他のヒーローたちもそっくりだし。うんうんうん、うん。ただ僕と森田が出てきた時には、はい、目つぶっていただければ、はい。声意外と似てますから。意外と似てるじゃなくて、違う。その、頑張って似せてるみたいな言い方しないでください。おー、小鉄とバーナビーだっていう風になってくれると思うんですけど。まあ、くれます、それは。はい、そこは間違いなくなりますけども。はいはいはい。